I know. Here it comes again. Think you can take it? If you're ready, here it comes. It's the Invisible Man versus the Human Fly. And don't forget about the concessions. どうでした？お待ち遠さま。傷は背中から心臓をえぐったのが一つだけで、しかもそれが致命傷です。そうですね、刺されたと同時にわずかな時間以内に倒れた。まあほとんど即死と言ってもいいぐらいでしょう。どうしたんです？いや、犯人らしいものを見たというものは誰一人いないんですよ。とにかく真っ昼まで悲鳴を聞くと同時に誰か見たものがあると思えるんですが、被害者の身辺にはもちろん逃げていく影さえなかったんです。そんなことは現実にありえないことでしょう。いや、ところが事実そうなんですよ。あ、遅くなりました、楠木です。いや、どうも。ちょっとどうぞ。じゃあ、早川君。は、被害者は確かに上の方を指差したんだね。間違いありません。ところが上には何もなく、被害者はそれっきり。ところで、さっきは途中前だったが、黒木のアリバイは結局どうなんだ？はあ、本人はアジアから帰った後は朝まで女と一緒だったというんですが、もちろん第三者の証人はおりません、うん、アジアそのものもかなり臭いし、黒木も裏で何をやってるか分かりませんが、ただひょっとしたら白じゃないかと思われる点は、黒木はマッチを使わず市場肩代わりのライターを使っているという点です。やはりご本人でしたか？あ、間違いなく前田紀子君です。かわいそうなことをしました。何か心当たりでも？いや、全然ありません。気立てはいいし真面目だし、もちろん人に恨みを買うようなことがあろうとは思いません。異性関係の方面で何か？いや、その点も少し硬すぎるぐらいでした。アパートの一人暮らしなんですが、生活は綺麗でした。前田さんは一体どこへ行こうとしてたんでしょう？本庁付近に何か？いや、実は私にもそのことがどうもわからないんです。ただちょっと変だと思うのは、今日の前田君は私に無断で行き先も言わずに出かけてしまったことなんです。ほう、するとあなたのお留守中に？ええ、屋上でゴルフの練習をしている間です。几帳面な人ですから、今までは絶対にこんなことはなかったんですがね。楠木さん、ご迷惑でしょうが、あなたの事務所をちょっと見せていただけませんか？前田さんの机か持ち物を調べれば何かつかめるんじゃないかと思いまして。どうぞどうぞ、ぜひ調べていただきましょう。じゃあ早速参りましょうか。そうですか。じゃあ、多田君。は、
どうです、何か。いや、お話の通り全く几帳面な人らしいですな。早川君、どうだ。同じですね、こちらも。本当にどこに行こうとしてたんでしょう。わからんな。ところで前田さんの他に使用人は。え、誰も。ご覧の通り商売が商売ですから、あの人一人で十分でした。うん、失礼ですが、お仕事はどういう。本職は貿易なんですが、どうも一向儲かりませんでね。最近は商売買いして大家です。するとこのビルはあなたの。え、最近建てましたが、いや、どうも日本も住みにくくなったもんですな。さあどうぞ。あ、どうぞ。こんなことなら南米に残っていたらとつくづく後悔してますよ。しかし大したもんじゃありませんか、これだけのビルをお建てになって。いや、まあ好きな娯楽などしてどうにかこうにか生きていけるっていう程度ですよ。それつけても一切を任したった前田君があんなことになってしまって、警察の力で一日も早く犯人を逮捕してください。もしお差し支えなかったら個人的に懸賞金を出させていただけませんか。いや、ぜひそうさせてください。小室さんです。あ、小室さん。あ、どうぞ。そのまま、そのまま。どうだった。あ、アリバイは完全ですね。屋上でゴルフの練習をしていたんですが、これは確かな証人もおりました。なお事業や交際関係の方も一応当たってはみたんですがね、全然臭いネタありませんね。なかなかの紳士で評判もいい男ですよ。アリバイが完全じゃ問題にならんね。ああ、早川君は。あ、もう一度張ってみると言ってアジアへ行きました。誰にやられた。しっかりしろ。おい、誰にやられた。